今回は統合失調症の回復期の症状5つ。統合失調症は治療により改善する精神疾患です。安定が続いてくれば社会復帰も見えてきます。一方でその時期特有の様々な葛藤も実際にはあるところです。今回は統合失調症の回復期の症状5つです。まず統合失調症と回復期を見ていきます。社会復帰を目指すが再発のリスクが残るという時期です。統合失調症を振り返ると、これは悪化した時に幻聴や妄想などが目立つ脳の不調になります。脳内の物質ドーパミンの働きの過剰などが主な敗血とされます。脳の状態を整える抗精神病薬を治療と再発予防双方のために続けていきます。統合失調症の主な症状を3つ見ていきますと、まずは陽性症状、幻聴や妄想など急性期で特に目立つ症状です。続いてが陰性症状、むしろ改善した後に目立つ意欲の低下などの症状です。もう一つが認知機能障害、これも改善した後に目立つようになる思考力など脳の認知機能の障害になります。統合失調症の病気4段階です。まずは前駆期、これは不調の前触れの時期で悪化してしまうと急性期に移行します。続いてが急性期、幻聴や妄想など不調と混乱が強い時期です。時に入院が必要な場合があります。続いてが休養期、精神状態は安定しますけど陰性症状が目立って生活に困難が強い状況です。続いてが回復期、一定の改善した時期でして再発予防を続けつつ社会復帰を目指す時期です。統合失調症の回復期を見ていきます。この時期は治療で安定した後徐々にリハビリも行っていって生活への支障も減った時期になります。以前と近い活動もだんだんできるようになりまして社会復帰も見えてくる時期です。一方で再発のリスクはまだ残っていまして、治療は長期間続ける必要があるなどいろいろ葛藤が出やすい時期でもあります。ではこの統合失調症の回復期で特に目立つ症状は何でしょうか。続いて統合失調症の回復期の症状5つです。安定したからこそ残る症状等が気になってきます。1つ目は認知機能障害、以前のようには考えが深まらないというところです。認知機能障害を見ていきますと、これは統合失調症の症状の一つでして、記憶したり考えたり作業処理をしたりするなど脳のいわゆる認知機能の障害になります。急性期や休養期の頃からこれはあるとされますけれども、より目立ってくるのが他の症状、陽性症状や陰性症状が改善してきた回復期になります。認知機能は仕事や生活など活動と密に関わってくるため、生活など全般にやはり影響が出てきます。認知機能障害の影響ですけれども、まず日常の様々なことをスムーズに考えて実行していく、この一連のことが前より難しくなります。そして考えが以前より深まらないというところがあって、対話や仕事などの実践において悪影響が出る場合があります。こういったこともあって以前の自分とのギャップを実感しやすい部分もありまして、落ち込みや葛藤が生じる場合があります。続いてが陰性症状、改善はするんですがまだ残っていまして生活に影響します。陰性症状を見ていきますと、これは意欲や感情など本来あるはずのものがなくなってくる症状になります。特に休養期に目立って生活がそれでうまくいなくなるなど影響が出てきます。今回の回復期にはその時よりは改善しているものの一部残っておりまして、生活などに影響が出ます。陰性症状の影響を見ていきますと、まずは新しいことへの興味や意欲がなかなか出てこないということがあります。そして人と関わることが難しくなって結果孤立しやすくなることがあります。もう一つが日常生活が大きな負担になってしまうと、それによって再発リスクであったり他の新しいことをやりづらくなったりということが出ることがあります。時にうつ症状を合併することもあるというところ、陰性症状のほかうつ症状を合併することで意欲の低下などがより目立つ場合があります。統合失調症においては長期の治療や人生の葛藤などを背景としてうつ症状がむしろ回復期で目立つことが少なからずあります。この場合うつ病に準じた治療を行うことが多いですけれども、抗うつ薬を使うかどこまで使うかどうかに関しては再発リスクなどの件もありますので慎重に検討する必要があります。続いてが再発リスク、安定が続いた後も再発のリスクは残ります。統合失調症の再発リスク見ていきます。統合失調症では安定した後も再発のリスクがあることには注意を払う必要があります。再発リスクを減らすために服薬、抗精神病薬の服薬の継続が必要ですけれども、続けてもなお再発する危険は残るところです。
社会復帰をするということがあります。社会復帰した場合はその適応へのストレスから再発につながるリスクもあるというところには注意が必要です。社会復帰と再発リスクです。現在では以前よりも統合失調症の予後はだいぶ改善しました。その中で社会復帰できるケースも多くなってきています。ただし社会復帰すればするほどストレス負荷はどうしても増えてしまいます。それによる再発のリスクには注意が必要になります。大事なのは再発しない範囲での社会復帰、その負荷のバランスの模索というところはその人それぞれ必要になってきます。再発リスクを減らすために大事なことです。まず一番大事なのが抗精神病薬の服薬の継続になります。その上で土台としての生活リズムや生活習慣の安定であったり、ストレスや疲労への対策、これを続けていくことはやはり大事になります。そして再発の前触れ、何か眠れないなど前触れがあった時の早期対応、早めに対策をして再発を防ぐということもまた大事になります。続いてが服薬への葛藤。効果は目立ちにくく副作用は実感しやすくなってきます。服薬への葛藤です。統合失調症では再発予防の点から安定した後も服薬を続ける必要があるというのが一つ特徴です。しかし一方で特に回復期においては服薬を続けることに葛藤が生じやすいところがあります。その一方でもしこの葛藤から服薬が中断してしまいますと、強い再発から長期的にも大きな影響が出ることが少なくありません。服薬の葛藤が強まる背景が回復期いくつかあります。まずは急性期の時のようにはなかなか効果を実感することは難しいです。再発予防など目に見えません。一方で副作用に関してはより実感しやすくなる。症状は目立たないために副作用が逆に実感しやすくなります。そして服薬を続けるということ自体が治癒しない慢性疾患になっていることに直面する、統合失調症があるということに直面するということになります。飲むたびに直面するということになります。そして周りからの精神疾患や服薬への偏見がある場合があります。それが影響を与える場合も少なからずあります。対策としては服薬の意義を再確認するというところです。統合失調症があるということとその後の改善、しかし一方で限界があるというところ、この双方を整理して受け入れていくことは大事です。その中での服薬の意義について中止した時の様々なリスクと合わせて再確認することが大事です。そして服薬も含めてどう病気と付き合うかの軸を定めていって、偏見がいろいろ浴びてもぶれないようにするということが大事になります。続いてが人生のカットです。統合失調症になった前には戻れないというところ、人生のカットを見ていきます。回復期になった後でその人生の変化へのカットが出ることは少なくありません。さまざまな意味において統合失調症になる前からいろいろな変化があって、なる前に戻ることはできないということはあります。その中でどう折り合いをつけていくかが大事です。そこは難しい場合に大きなストレスに直面することになります。統合失調症になったことでの不可逆的な変化をいくつか見ていきます。まずは服薬の継続が必要でありまして、かつ仮に服薬を続けても再発リスクは消えないというところです。そして陰性症状や認知機能障害などは先ほどのように残りまして、単純比較で見た場合以前と同じ水準の活動を行いにくくなってしまうことがあります。そして偏見は消えないところがあって、人間関係も再構築がその結果必要になります。そして人生設計があった場合以前とは変える必要が出てくることがあります。対策としては今だからできることを大事にすること。統合失調症になったことでの変えられない変化があります。それをまあむしろ前向きに捉えていくというところは大事になります。病気になった後の今だから見えること、今だからできた関係、今だからやりたいことというのを大事にすることは大事です。そして自分がどう生きるかの軸というのをやはり明確にすることは大事です。そこを明確にすることによって偏見等にもぶれずに今できることを積み重ねていくということが大事になります。関連してのリカバリーの考えというのがあります。これは統合失調症という病気を持ちつつも自分の人生を主体的に生きていくという概念になります。これにおいて社会復帰はイメージされがちですけれども、障害の程度は人それぞれあります。どこまで社会復帰できるかも人それぞれあります。その障害の程度に合わせた自己実現をより優先するというところがあります。そしてこのリカバリーの実現のためには土台としての服薬の継続を含めた再発予防の継続がやはり大事になります。今回は統合失調症の回復期の症状5つを見てきました。ではまとめていきます。統合失調症の回復期では
症状は安定して社会復帰等を目指していきます。しかし一方で残る症状もありまして、葛藤が生じやすい時期でもあります。その中で目指す症状は次の5つです。1つ目は認知機能障害、2つ目は陰性症状、3つ目は再発リスク、4つ目は服薬への葛藤、5つ目は人生への葛藤になります。どうしても発症前には戻れないということがあります。その一方で発症したから見えたことはあります。それを土台として自分のこれからを生きるための軸を明確にしていくということが回復にとって大事になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。